明日最接近する関東最強クラスの台風7号について川原気象予報士と見ていきまますすよろししくおお願願いいいたします,しますさあ最新の震予想を見ていきたいんですがはい、えー、つい先ほど更新されたものですけれども、うん、まず動かしていきますね、えー、このあと伊豆諸島に接近をしまして、はい、そして関東に最接近はやはりあの金曜日の午後3時あたりですね、うんうん、暴風域が、えー、東京を含めて埼玉、茨城、千葉。 神奈川静岡広くかかっているんですけれどもスケール強さのスケールがですね、はい、もう一段階上がってしまいまして、えー、カテゴリーも1個上がりました、はい、非常に強い勢力で最接近する予想になったんですが中心気圧が今、965ですがもう20下がってですね、はい、945という数字は歴代最強クラスの、えーえー あの関東に接近している台風では最強クラスといえる規模になってきてこれは雨,に雨風ともに強くなるという認識でいいで,すかそうですね台風自体が強くなっているので、うん、影響は強くなっていますのでこのあとのそのあたり詳しく見ていきたいと思いますが。が、はい、この金曜日以降は ルートを東に取っていきまして列島からは離れていくというような予想に今なっております最大瞬間風速が千葉、茨城ですと45メートルとということですけれども非常に強い台風ですので瞬間的に45メートルの風ということで、うん、これ、今の表を作りましたけれども。うん だいいた40が近づいてくると人はもう何かに捕まっていないと立っていられないような押されるような非常に強い風なんですけれども超えてきますともう走行中のトラックが例えば横転したりする強さになってきますので外には出ない方がいいという風の状況になりわれわれは多分トラックを運転することはあまりないと思うんですけど普通の背の低い乗用車とかそういうのは運転していいんですか はい確かにトラックに比べたら横転のリスクというのは少ないかもしれませんがまっすぐ走るのがもう困難な数だと思うんですねですかい、沿岸部では特に運転は避けていただいた方がいいかと思いますあと河原さん、連日お伝えしている中で進路が結構変わりますよねそのりははどうですかい進路がですね海側になってきまして雨風の影響、かなり変わってきましたのでまた詳しく見ていきます。けれども はい明日に入りましたね、日付が変わったあたりで雨のエリア、一気に広がりますで、朝から南側から風が強まっていく予想ですが、千葉県で特に雨風強くなりそうな予想ですねで。今夜の7時で止めましたけれども、本体の歴代最強クラスの台風になりましたけれども、活発な雨雲が千葉の調子に今、かかる予想が最新の予想で出されていましてもう この時はですね都内、今、レーダーはこうなっていますけれども雨はどこで1時間に50ミリ降ってもおかしくない不安定な状況ですし風はこの辺り沿岸部、瞬間で45メートルのリスクのある状況ですから調子は特にその非常に危険な大荒れの状態になっていると思いますので沿岸部、ちょっとあの近づくのをです、ね、避けていただいた方がいい台風かなと思います。でこの後動かししてていいきますすと台風自体はあの北上しなががら東に離れていくんですが 雲大きいですから最後、日付が変わるあたりまでは沿岸部雨に注意というような予想になってますこうやって見ると関東は影響がない,ないというか少なくなったということなんですけどそうです、ね、あの毎日お伝えしている中ではだんだんとその一番活発なエリアが海側にずれているような状況があるんですけれども実はあの気象庁が雨や風を予想しているモデルというのは複数あってですね今、ご紹介しましたのは 地球全体をざっくりと計算して出しているグローバルモデルと呼ばれるものでですねこれですと今、海の上を通るつまりこのちょうど予報円の中心あたりをこう通っていったようなルートがあのシミュレーションで出されていましたけれども別のですね日本の周りをもう少し細かく予想したメソモデルというのを見ますと実は今でも千葉の調子を直撃する予想が。 出されているんですね。見,見たいです。はい、はい、そちらあのゆっくりあの詳しく見ていきたいと思います。はい、はい、先ほどよりも陸よりの、えー、ルートになっています。同じようにあの日付変わるあたりから活発な雨が雨雪が広がるんですが、千葉でかなり強いんですよね。そして午前で一回止めてみますが、先ほど千葉茨城の沿岸部に影響が強そうな予想になっていましたが、もう。神奈川。うん 東京の埼玉の秩父地方までですね、うん、広がっているような内陸にぐーッと活発な雨雲が入る予想になっています、うんはい、で引き続き動かしていきますがこの後夕方ぐらいに関東に再接近をする予想になっていますがもう千葉茨城はこのはい、はい、今これ夜ご飯の時間帯になっていますが、うんうん、相当大荒れという、はいいね、本体の活発のそうですねあの広い範囲に活発な雨雲本体がかかっているという状況になりまして都心にも 横殴りの大荒れの状況がこのケースですと起こりえます。はい、で動かしていきますとこの後ですね夜の11時ぐらいにですね千葉の長所を直撃する予想が出されています。<ー>周辺大荒れになります。はい、で動かしていきますと同じように東の会場に離れていくんですが明け方まで茨城の北部などでですね非常に活発な雨が続きそうで。 先ほどのモデルとこのモデルをですね2、はい、二面で比較してみたいと思いますけれども全然違いいますねはい、にですね陸に近づいている分だけ影響の範囲が広いつまり雨も風も相当強くなるというような予想になってみんな思いましたけどっっ <laughs> どっちを信じればいいんですかというの、ね、れいいそれぞれが得意とする気象現象がありましてどっちの方がいつも当たるというのは実はなくてですね、うん、この 間ぐらいのことが起きるという,ふうに考えていると大きく外れないことが多いんですねですから陸地をかすめる可能性はまだあるという,ふうに構えておいたほうがいいかと思います。 まあ、明日さあの線状降水帯などはどうなんでしょうかあはい、はいあの、つい先ほど出されました情報ですけれども、ね、関東甲信でですね、はいえー、今夜から明日の夜にかけて線状降水帯の発生の可能性が出されましたので引き続き続警戒ですね,ですねでピーク見ていい、きましょうはいはいえー、ピークの時間帯、やはりあのお伝えしていましたように、はい、金曜日、特に午後、えー、夜の時間帯はですね非常にもうどこで激しい雨、激しい風吹いてもおかしくないので十分にあの最新情報、お気をつけいただきたいと思います。 まあ明日の午後はもうほとんどの各地で出歩けないでですすね。ね。そう危なそうだなと思ったらやはりあの、うん、屋外に出るということはせずに、うん、安全な場所で過ごしていただきたい皆さん、引き続き最新情報を確認してください。ここ